僕はあの小さい頃ですね、映画「スター・ウォーズ」が大好きだったんですが、その理由は、映画「スター・ウォーズ」というのは、高い才能を持つことよりも、その才能の使い方を高い次元で理解すること、その方が人生にとっては重要だということを伝えてくれているからだと思っています。映画「スター・ウォーズ」の中には、ダース・ウェーダーと言われるキャラクターが出てきます。彼は天天才才中の天才でした 世の中を変えると思われていた。だけど、自らの根底に流れる愛の存在に気づけず、ダークサイドに落ちてしまった。一方で、その息子であるルーク・スカイウォーカーというのは、彼よりは才能がなかった。だけど、自分の才能の使い方を正しく理解していたため、最終的にダース・ベイダーを倒すことができた。つまり、この映画というのは実は、高い才能を持つことよりも、 その才能の使い方を高い次元で理解していること、その方が私たちの人生にとってもっとプラスになると、そういうことを伝えてくれているのだと僕は認識しています。そしてその差を分けたのは、自分の根底の中に流れる愛情や深い感情に気づけるかどうかだったと。僕はあるとき、人間には3つの才能があるのではないかという仮説を持ちましたそししたそそてれを本にしました。 そしてそれはベストセーラーになりましたその3つというのは1つは創造性独創的で見たこともないプロセスで物事を進める才能2つは再現性論理的で堅実なプロセスで物事を進める才能3つは共感性人の気持ちや感情に配慮しながら 物事を進める才能皆さんはこの3つのうちどれが自分の才能として強いと思われますかだけど僕が思うのは自分が何の才能を持ってるかよりもはるかにもっと重要なのはその才能を何のために使うのかそれだと今僕は確信していますそしてその実はきっかけとなるのは愛情あるいは深い感情に 自らの根底に流れるその気持ちに気づくことだというふうに確信しています僕は小さい頃体が弱くて喘息でそしてアトピーもありましただから学校に行きたくても行けない日もありました悔しい思いもたくさんしましただけどその時でも振り返ってみると自分の父親やあるいは母親家族は無償の愛で自分をサポートしてくれてそして育ててくれた だから今になって思うのはその彼らにその恩を返すのは前提でそれよりも少しだけ大きな輪で返すことそれが自分の才能の使い方であるというふうに確信していますそしてそのどれだけ大きな輪で返せるのかどうかそれが自分の才能の大きさによって規定されているこういう構造だというふうに認識していますつまり重要なのは自分の才能を正しく理解するということは 自分の根底の中に流れている愛情や深い感情に気付くことそれがいつもスタートだということですで皆さんも不思議に思ったことはないですかなぜアーティストやミュージシャンというのは年を取れば取るほど年齢を重ねれば重ねるほどいきなり世界平和や愛について歌い出すかいきなり歌い出しますよねで僕もすごいちっちゃい頃は不思議で仕方ありませんでした だけど今になって理解したのはそれはそのタイミングその年齢がそのアーティストやミュージシャンが自分の根底の中にこんな感情があったんだと確信を持ったタイミングだとそういうことだというふうに認識しています人は死を意識すると自分の人生観や考え方が変わるというふうに言われていますで僕は実はそれは愛の作用 愛に気づくことの作用と同じだというふうに今は認識していますそしてそれはタイミングは人によって遅かったり早かったりもする遅い人は死ぬ前日まで世の中を憎みそして妬み死ぬ前日までその感情があることに気づかないだけど早い人は10代や20代で気づくかもしれないまたある人は自分の身近な人の死によって気づき自分にこんな感情があったんだなと気づくかもしれない またある人は初めて自分の子供を見てその顔を見たときに自分の中にもこんな感情があったんだなというふうに気づくことがかもしれないつまり大事なのは自分の中に流れているその根底に流れている愛情にいつ何歳で気づくのかだとそして先ほど死と同じと言いましたが死も同じですなぜ死を意識すると人の生き方が変わるのかそれは 自分の人生というのが絶対的なものではなくていう相対的なものであるというふうに気づくからですつまり死そして愛そして才能というのは実は三位一体ですごく身近なものなのです近くにあるものなのです死に気づくこと愛に気づくことそれはほぼニアリーイコールで自分の才能の使い方を気づくこと自分のミッションに気づくことだと僕は確信しています今日は実は実これで 終わろうかなと思ったんですが、あのせっかくです、ね、あの神戸に帰ってきたので、じゃあ具体的に僕が普段ですね、意識している才能というか能力の使い方みたいなのを3つほどご紹介できればなというふうに思っています。創造性の最も尊い才能の使い方というのは、人とは違った形の人間の在り方を認め、描くこと。僕はそう思ってます作家の役割 本質的な役割というのは人とは違った形の愛を描きそしてそれを丁寧に見せていくことですみんなは A と言うけれどだけどその A のそばにある A' や B というやり方があってもいいんじゃないかとそれを描くことですだからもしも今日僕たちにできることがあるとすれば家に帰って30秒や1分でもいいので自分とは違うなとか自分とは全然考え方が違うなという人のためにその時間を 使っっててあげることだとだ思っています二つ目再現性再現性の最も尊い使い方の一つというのは背景を伝えることです世の中にあふれている映画やドラマというのは実は結論は全部一緒です全部一緒全部愛は大事だ愛は大事だ愛は大事だ希望は大事だ希望は大事だ希望は大事だよくよく考えてみたら全部一緒ですだけど作家はそれを物語という技術を使って 丁丁寧に丁寧にに描いていてくそして物語を作るというのは本当にとてつもなく大変な作業ですだからその対象に対して愛がなければ描くことはできませんつまりもしも今日僕たちができることがあるとすれば家に帰って例えば勉強しろとか A しろ B しろその結論だけを言うのではなくてその背景にあるなぜそれが大事なのかなぜそれがあなたの人生にとって 重要なものであるのかというのをその物語を、えー、描くことですこれが二つ目です三つ目共感性の最も尊い才能の使い方というのは実は僕はご機嫌であることだと思っています人は偉くなればなるほどリーダーになればなるほど親になればなるほど実はご機嫌であることが最も尊い才能の使い方だと確信していますとから普段 IT 企業の経営者としても働いてますが皆さんも想像してほしいんですが会社の上司やリーダーが不機嫌だったり怒ってたりしたらそれだけで才能がしおれてしまいますよねであるいはもっと言うのであれば思い出してほしいんです皆さんが小学生や幼稚園生だった時家に帰ってお父さんやお母さんがイライラしてたり不機嫌だったらそれだけで心がしゅんってなりましたよねつまり人は 偉くなればなるほどリーダーになればなるほど実はご機嫌であることが最も尊い才能の使い方の一つだと僕は確信しています冒頭に戻ります映画「スター・ウォーズ」は僕たちにこう問いかけていました高い才能を持つことよりもその才能の使い方を高い次元で理解することの方がはるかに重要ではないですかと 今日のお話が皆さんにとって何かのフックになれば、えー、とても幸いです。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございまし